めんね、びっくりさせちゃって。二人とも、いつからそこにいたの？声をかけてくれればよかったのに。リコちゃんのピアノの演奏、すっごく綺麗だから聞き入っちゃうんだよね。おだてたって何も出ないわよ。おだててないよ、本当にすごいなって思ってるもん。綺麗って、そんなことないよ。さっきもあんまり納得いく演奏ができなかったから、ちょっとしかめ面になってたと思うし。うん、曲のイメージをつかみきれてないっていうか、この曲にふさわしい表現はこうじゃない気がするなって。手首の運びもまだちょっと硬いし。ええ、未完成というか、未完成であることに気づいたって感じかしら。繰り返し弾くうちに、曲にもっとふさわしい弾き方を探すようになったの。リコちゃんはいつもそうなんだよ。アクアの曲を作る時も、納得できるまで何度も弾いて、直して、最高の形にしてくれるんだ。放課後、下校時間ギリギリになるまで。家でも、夜遅くまでピアノの前で頑張ってくれてるよね。見てたの？そりゃあ、お隣さんだし。私はピアノ弾けないし、作曲のやり方もよくわからないから、リコちゃんが曲作りで大変な時も応援するしかできないんだけど。いいのよ、試行錯誤は何かを作る上で不可欠な工程だもの。それはアクアのためでもあるけど、何より私のためでもあるの。最高の曲をみんなで歌いたい。私のその願いを叶えるためにね。リコちゃんの情熱が込められているからこそ、私たちも歌いがいがあるんだよ。今度のライブだって。あ、ちょっと、お願いだから、そういうことは早く言ってよ。